こんばんは、イキオです。今回はウェアハウスの 900WX、 こちらをご紹介いたします。こちらは他の動画でも着用しているジーンズで、視聴者さんからも何のジーンズですかとコメントをいただいていたため、改めてご紹介いたします。ちなみに別動画でこちらのモデルの全身の900を紹介させていただきましたので、ご興味のある方はご覧ください。実はこの 900WX を購入するまではしばらくジーンズを履いていなかったんですけれども、久しぶりにジーンズを育てたくなったためチョイスしたのがこちらの 900WX です。7年前の900購入時にお店に飾ってあったバッキバキにヒゲが入った色落ちサンプルに魅了されまして、900の後にサムライジーンズの 0511WX、 鬼デニムの 622NWX とヘビーオンスのデニムを購入し育てました。ヘビーオンスはヒゲがはっきり入るメリハリのある色落ちをするので良かったんですけれども、その反面ですね、生地がしっかりしているので履き心地が固めなんですよね。こういうしっかりとしたデニムを好む方もいらっしゃると思うんですけれども、私にはちょっと合わなかったんですよね。着用頻度も少なくなったため、こちらは手放してしまいました。一回回ってやっぱり履き心地が良く適度な厚さのウェアハウスの 900WX に戻ってきたというわけです。それではディテールについて紹介いたします。シルエットは900と同様で、股上が浅すぎず裾にかけてテーパーがかかるスリムシルエットモデルです。フロントはボタンフライです。フロントボタンは4つですね。ボタンは初めは白くコーティングされてるんですけれども、使用にすれこのコーティングが剥がれていきます。こちらの剥がれはまだ進んでないですね。リベットは銅製で経年変化で黒く変色していきます。こちらはまだ購入からさほど経っていないので銅色のままですね。バックポケットの裏には銅製の隠しリベットを装備しております。もちろんコインポケットの裏には赤耳がついております。続いてバックスタイルです。全身の900との一番の違いなんですけれども、そこはですね、赤タブですね。900WX は赤タブが復活しておりますが、縫い付けられてますね。バックポケットのステッチはございません。パッチはレザーパッチを装備しております。こちらは6月の上旬から履き込みを始めました。ワンウォッシュの状態で購入し、最初に1回洗濯をした後に今まで7ヶ月間ずっと洗わずに履いております。着用頻度ですが、平日は帰宅後から寝るまでで、週 1、2回の在宅勤務の日と休日は丸1日着用しております。また夏の間の履き方ですが、夏はどうしても汗をかきますので、休日の外出では買い物メインで体を動かすようなシーンは着用を避けておりました。ヘビーオンスのデニムの経年変化を経験しているため、控えめなヒゲでは物足りなくなってますので、フロントのシワや膝裏のハチの巣がくっきりつくように癖をつけるのと、なるべく擦ることを心がけて履いておりました。それでは7ヶ月間の経年変化を見ていきましょう。ウエストは31をチョイスしました。前回履いた900はウエストが32だったんですけれども、痩せたためワンサイズ小さくしました。サイズはジャストから2インチアップで選んだのと、7ヶ月間の履き込みで生地が伸びているため結構ゆったりした感じです。フロントですが、ボタンフライのあたりが K
結構出てますね。こちらポケット周り、それと腰周りの部分、あとベルトループ、こちらは若干の当たりが出てますね。ここの部分、股から腰骨にかけてのヒゲはシャープに入ってますね。ももの下がりヒゲや膝周り付近の当たりもですね、定着してます。この膝の横のシャープなヒゲがお気に入りポイントですね。右側も同様にくっきり入っております。股部分のアップです。左右ともに下がりヒゲは定着しております。とってもいい感じです。耳のあたりは、もも周りは綺麗に出ているんですけれども、裾にかけてはほとんど出ていないので、これからですね。裾のパッカリングはそこそこ出てますね。あとは裾上げのこの幅ですね。所有している900は折り返し幅が8ミリと細めだったんですけれども、こちらは若干太いですね。細い方が好みなので、ここは残念ポイントです。ロールアップせずに履いておりますので、このクッションのたわみのあたりが少しだけ出てますね。右足の方が立体的で好みですね。続いて後ろを見ていきましょう。レザーパッチはほとんど変化がないですね。ここのベルトループは一番擦れる部分なので、他のベルトループよりは白くなってますね。バックポケットは若干の当たりがついてますね。バックポケット周りやこの生地が重なっている部分のパッカリングは少し表情が出てきましたね。今回一番のお気に入りポイントがこの膝裏です。見てください。以前着用していた900でもここの当たりはついてたんですけれども、もっとバキバキにしたくて、こちらの履き込みはそこを意識して着用しておりました。かかとのクッション部分のあたりはくっきり線が入ってますね。左足も同様にシャープに線が入ってます。
7ヶ月着用した感想ですが、やっぱりウェアハウス 900WX はいいですね。2万2000円と買いやすい価格帯で、色落ちは早めのため、着用頻度が少ない社会人も経年変化が存分に楽しめます。シルエットもテーパードスリムなため、アメカジ王道の太いストレートが苦手な方も着用しやすいです。夏から履き始めたこのジーンズ、年末に洗濯をして綺麗な状態で新年を迎えたいと思います。洗濯後の状態についても動画で紹介したいと思いますので、楽しみにしていてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。一興の道楽チャンネルでは、所有しているアメカジアイテムや腕時計を中心に紹介しております。アメカジが好きな方、経年変化が好きな方、腕時計が好きな方向けに動画を作成しております。動画が良いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。